お疲れ様でございます。今回はね、かつて岡山市にあったビデマロというレンタルビデオ店についてちょっと分解してみようと思います。私の記憶が曖昧なところもありますので、もしね、お気づきの方がいらっしゃいましたら、どなたかお知らせいただければと思います。特に大谷先輩、超 OB の大谷先輩、今もう60代か70代ぐらいじゃないかなと思うんですけども、それから藤井先輩ね、藤井先輩も今は60代になっちゃったんじゃないかな。まあ、50代ギリギリかなっていうところだと思いますけども、もしね、ピンときたら、私、久保哲郎めにメッセージをください。で、ビデマロのレイアウトなんですけども、確かね、こうなっていたと思うんですよ。店舗の部分がこっちです。で、これが出入り口ですね、これが。こんにちはって入ってくると、カウンターがここにあるんですよ。ここにね、ここにカウンターがあって、で、これが商品棚です。ちょうどバックヤードを囲む壁になってるんですけども、ここに2人座れるぐらいの、なんかね、一斗缶みたいなのが置いてあるんですよ。椅子じゃないです。一斗缶です。で、ここで通常は1人勤務をしてるか、まあね、後輩とか OB の皆さんが来たら、まあ、2人で。まあ、限界は2人ですよ。3人とかいたら1人はね、立っていなくちゃいけないんで、非常に気まずい状況になります。で、ここにあるのが、モニターです。これ、モニターって言ってもね、店内の万引きとかを見張ってるんじゃなくて、暇な時、お客さんが来ない時とかに、ここでね、なんか、ビデオを見るんですよ。で、このビデマロに勤めていると、バイト料は700円ぐらいだったと思うんですよ。だから、安いよって言ってました、当時の金額でも。でも、ビデオは基本的に借り放題だし、店内で見放題だから、得だよっていうのでね、ビデオが好きな人とか映画が好きな人は、いいバイトになるっていうふうに言われてましたね。まあ軽音楽部でここでバイトをする人はちょっといなかったんですけどもね、当時ね。いたかな？ちょっと記憶にないですね。ほとんどいなかったんじゃないかなと思います。で、この矢印は何かっていうとトイレなんですよ。ここにはトイレがあったかなっていうところです。で、これが店舗と、それから外、店の外を遮る壁なんですけども、ここにはガラス窓がありますね。で、ここもガラス窓だったと思います。で、ここには商品棚があって、でね、こんなこと言ってもね、あんまり興味ないと思いますけど。で、ここにも商品棚があって、ここにはね、のれんみたいなのがかかってるんですよ。当然ビデオショップですから、ここはまあちょっとね、アダルトコーナーということになって、ちょうどここにはね、1人分のスペースがあるんですよ。まあ、商品はいっぱい積み上がってきたんですけども、1人が入るとここに入ってることがこの辺の人からわかるんで、まあその辺は察して、誰もね、二人目で入ろうって人はいないっていうのがこの店の作りになってるんですよ。で、まともなビデオと言ったらあれですけども、普通のビデオは、本当にね、少ないんですよ。この辺にしかないんですよ。この辺とか、この辺とか、この辺とか、商品だろうね。この辺とかね。ほとんどね、置けないんですよ。このビデオショップちっちゃくって。で、レンタルビデオのその料金はいくらかっていうと、新作は一泊300円。一泊二日。だから翌日に返し来なくちゃいけないんですよ。で、旧作は1週間で300円なんで、まあ結構ね、余裕を持って借りれるかなってやつです。で、たまにイベントがあって、5本1週間、新作を除く。これが本当は1500円なんだけども、1000円ポッキリですよ、みたいなイベントの日があるんですよね。多分ね、当時のレンタルビデオの料金って、これがスタンダードになりつつあるっていう時代じゃなかったかなと思うんですよ。で、中にはね、1泊2日で500円みたいなのあったんですよね。特別なやつとか人気のやつとか。当時、タイタニックみたいなやつは高かったと思います。あと、上下巻セットのやつも500円とかだったと思います。うん、でもまあ、すごくね、レンタルとしては当時、シンプルに、どの店もこんな感じだったと思いますね。で、場合によっては店舗のオリジナルのスタンプを押して、溜まったらなんか景品みたいなのもあったと思いますけど、基本的にはこれなんですよ。で、こっからが本題ですよ。ね、このビデマロタルね、ものすごく個人商店のちっちゃいビデオ屋が、こんなまともなビデオ貸してね、なんか成り立つわけないんですよ。これは言ったでしょ。結局その、噂ではずっとね、私も聞いてたんですけどね、高校時代。大学に入って目の当たりにしました。レンタルビデオショップは軒並み売り上げを支えてるのは裏ビデオなんだってことなんですよ。で、裏ビデオが、流通してたんですよ。日本全国各地に。で、こういうふうな、ツタヤとかじゃないですよ。まだツタヤは当時なかったですから。いわゆるチェーン店じゃない個人的なレンタルビデオショップにそういうのを卸ろす専門の人がいて、それを運ぶトラックドライバーさんがね、ちょっと副業でやってる人がいてみたいな感じで、なんか闇のマーケットができてたんですよ。で、もしかしたら裏稼業の人が関わっていたのかもしれませんけどね。
まあ、とにかくそういう感じで、裏ビデオっていうのが、このカウンターの奥のこの辺にね、ずらーっと並んでいたんですよ。で、当然パッケージとかはないです。で、タイトルとかは全然関係ない、なんかエアロビとかね、なんか筋トレとかね、なんかあんまり人が借りそうにないやつの箱に入ってたんですよ。この辺にズバ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 と。で、なんですか、その事情を知っている先輩とか紙を持ってて、その紙には、タイトル何番はどういう内容だよみたいなね、そんなリストを持ってるわけですよ。で、私がそこを、このビデマルに遊びに行った時に、これはこういうやつだよ、これはこういうやつだよって教えてくれるんですよね。うわ、すごいっすね、みたいな感じで、当時は、私も高校出てからね、大学行って、こんな噂に聞いていた世界があるっていうのを初めてね、知ってね、なんか今で言うと都市伝説みたいな感覚でしょ。だからといって私は別にバイトに入んなかったんですけど、別にこんなところには。こんなところってあれですけどね。ただそういう現実があったよと。しかもその裏ビデオは一作7000円なんですよ。ね。だって、新作が1泊2日300円の時代、旧作だったら5本で1000円とか1500円の時代に、一作7000円ですよ。で、基本的にはこの7000円って、1週間ぐらい貸し出すって形だったと思います。1週間ぐらいってのはどういうことかっていうと、別にそこにはね、記録になるようなものを残さないんですよ。だから、このアダルトコーナーがビデオレンタルのところにあると思いますけども、ここに来てる人っていうのは結局、まあ、いろんな趣味嗜好とか傾向でビデオを借りるわけじゃないですか。で、当然カウンターで、レンタルカードとかを作ってね、記録が残るわけですよ。だから、藤井先輩はね、お客さんのデータを見て、ああ、この人は、この手のビデオずっと借りてるなっていうのを確認した後で、その手の裏ビデオを、ね、お客さん、って言ってからね、勧めてるんですよ。ね、まあ、今はこんなこととても許されないと思いますけど、そしたらお客さんはこう、借りるわけですよね。で、レンタル期間は設けてないんだけど、必ずね、1週間前後で返しに来る。場合によっては3日ぐらいで返しに来るらしいんですよ。なんでかっていうと、次をね、借りたいからなんですよ。で、次も結局7000とか8000とかですよ。だからそんな感じで、今みたいにね、インターネットとかなかったりとか、なんかまだまだビデオというそのメディアがね、やっと庶民の手に渡った時代っていうのは、こういった二重構造があったってことなんですよね。すごいでしょ、これ。なかなかこれ、当時のことをこうやって思い出して急にね、暴露する YouTuber ってのはいないと思うんですけども、多分これ日本全国各地こんな感じだと思いますよ。で、今度はそのビデマロっていうところがね、ちょっと今地図を見ていたらなんとなく分かってきたんで、そちらの方をこの動画の後につけときますんで、ピンときた方はね、ぜひメッセージください。はい、ではですね、引き続きこのビデオでは、この動画か ビデオなんて言い慣れちゃったからまたね、言葉が出ちゃいましたけども、ビデマロっていうね、レンタルビデオがどこにあったかっていうのに迫ってみようかと思います。これ明確に場所を思い出しました。まずね、今見ていただいている図なんですけども、分かりにくいと思いますけども、岡山県の運動公園と言われているところがここにあります。でっかい公園なんでピンとくると思いますよね。スタジアムもあって、ちなみにこの公園の池で泳いでいたザリガニを取ってですね、茹でて食べてたのは私です。当時の管理者の方すみませんでした。あれは私です。なんかね、ザリガニを取るなっていうようなね、張り紙がありましたけども、あれは私でございます。で、この道路53号線、ここは岡山駅前からバスがぐーっと出てね、各大学に生徒さんをどんどん降ろすんですけども、この矢印が書いてあるところがね、岡山大学に向かうルートですね。わかるでしょ？で、その曲がり角をこうやって黄色で印してるんですけども、ここからすぐですよ。ここね。当時はこの道路はありませんでした。曲がり角になってるだけでした。今はなんか道路があるみたいでね、ちょっとびっくりしたんですけども、それでビデマロがあった位置ってのはここなんですよ。ここのおそらくここですよね。で、なんでそれがわかるかっていうと、次の写真です。先ほどの丸で示したところの写真を Google マップで、ストリートビューに直してみました。でね、なんでわかったかっていうと、まずはレンタルビデオがあったのが、ビデマルがあったのはここなと思うんですけども、この向かいに自動販売機あるでしょ。この自動販売機に見覚えがあるんですよ。というのが、ビデマルに行った際にね、大谷さんという超 OB の方とか、それから、まだ在学中の OB だった藤井さんっていう方が、コーヒーをおごってやるよっていうから、なんだろうと思ったら、ここにね、缶コーヒーを買いに行って、当時100円。で、持って帰ってきてくれたんですよ。で、いただきますみたいな感じで飲んでいたんですけども、この自動販売機、今でも存在してるんですよね。
で、ここになんかタバコ屋みたいなのがあったのを、もう閉店しますけども、思い出したんで、ここだなと思いました。それで、ビデマロがここにあったのは、はっきりと今写真で見ると思い出しました。建物はそのまま当時のが残っていて、ビデマロは当然ね、時代とともになくなっちゃったわけですけども、中がね、なんかチャットノアってやつ？なんかパン屋さんかなんかわかんないですけど、ファーストフードみたいなおしゃれな店に変わってますよね。こんなところでね、まさかね、30年ほど前、非合法な、その闇のビデオが流通したなんて誰も知る由がないでしょう。私もずっとね、忘れてましたからね。なんか不意に思い出したんで、ちょっとビデオに撮ってみましたけども。まあ、ここですよ。ねえ。このビルのオーナーさん。ねえ、もう大谷さんに連絡が取れているようでしたら、確かめてみてください。そして、藤井さんという方も、私の先輩としてね、なんかこう、ここで、レンタルビデオ勤めてましたから。で、それ以来、伝統の軽音楽部に、このビデマロでバイトする人は多分ね、耐えてしまったんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そんな感じでね、ビデマロはなくなっちゃいましたけども、思い出はまだあるよということでございました。はい。ピンときた方はね、ぜひ、連絡をしてください。特に、大谷先輩、それから藤井先輩、探してます。よろしくお願いします。あの時のビデマロは、確かに私たちの青春でした。お疲れ様です。